ポポンポーンポクニャン。まあそれにしてもね、やっぱその勝負の三週間っていうね、えー、な誰にとってのその三週間なのかさっぱりわからないんですけども、まあそれがまあその感染をね抑えようっていう。 ことで、ま、あその勝負の3週間もですね、もうこれもすでに負けてるという声がですね、分科会から、えー、上がってたりとかしてですね、もうこれ大丈夫かなっていうね、この菅内閣。えー、ほんで、昨日はね、あの、昨日 g 通信の世論調査も出ててですね、これが、えー、やっぱ菅内閣支率は続落して43.1%と、g 通信の場合はですね、もう、 え、先月も、もう5割切ってたんですよね。まあだ,だからそれがさらに落ちてると。で、やっぱそのコロナの評価もしないというのは4割超出てるっていうのも出ててですね。まあそれはブログにも変えたんですけども、まあ今日ですね、まあの先ほど毎日新聞の世論調査も出て、でもこれも、え、菅内閣府支持が49%と。 で、初めて指示を、えー、不支持が上回ってるっていうことでね、えー、不支持が49%、えー、菅内閣の支持が40%なんですかね。まあだ、だからそんで、不支持が9%も上回ってると。で、まあ、4、毎日新聞で40%ですから、もう次はもう3割台に行くかもしれないっていうとこまで来てるっていうね、 うんこれもう菅内閣ってあの、この間発足したばっかりだと思うんですけども。 <laughs> まあ、もう、なんか早くも、なんていうんですか、もう菅内閣自体が、えー、緊急事態宣言出さなかのちゃうかな、いうぐらい、なんかもう危ないことになってのちゃうかなと。まあでも、菅内閣はどうなろうとね、知ったことじゃないわけなんですけども、とにかくその、感染抑えてくれよと思うんですけども、GoTo はやめる気ないと。まあ一部で、そのひ、えー、 ねえ、逼迫している医療医療崩壊しそうなとこは、あの、まあ、一時停止してもいいかなっていうことみたいなんですけども、いや、そうじゃないでしょっていうね、ほんとその、あの、全然その自衛隊を、まあ、大阪とかね、あの、北海道とか派遣せなあかんことになってると、看護師をね。 まあでもそのその中身だって大阪にはですねまあ、7人しか、あのー、派遣しないと、何なんのかなと、なんか、業々しく、ね、自衛隊の看護師派遣とか言って、何十人単位で派遣するのかなと思ってたら、まあ、中身、よう見たら7人しか派遣しないとかね。 いや、それはもう大阪も、その、やっぱ維新政治が悪いっていうのはね、まあもちろんあるわけで、まあこれはこれですごく問題だと思うんですけども、だから本当その、全然その数が足りてないとこに対してね、看護師もね、だからやっぱその、 人の流れ自体をやっぱ止めていかなあかんのちゃうかとで。止めるんだったらちゃんと保証しなきゃいけないっていうね。止めたらやっぱその経済的に苦しむとかはたくさんまた出てくるわけですからだ。だからそこをちゃんとケアしてくれよって、あの、みんな思ってると思うんですね。僕だけじゃなくてね。うん、だから給付金10万円とかね。まあ、まあ、そういうの全然足らへんわけで、休業保証金とか、えそういうことも、 また、次々に手を打たないといけないのに、全然そういうことはやらないっていうのが、これ全部引っ込めてコロナ対策だと思うんですよね。それをきちんと、えー、菅さんがやらないからですね、あのー、なんていうんですか、もう不支持の方が上回ってると、まあ5割切ってるっていうのはね、 もう発足して早々ね、も、ま、う、あ、ここまで来ると最初は70%とか出てたわけで、それが急にね、もう4割台、5割切ってしまってるっていうことはですね、やっぱ早く手を打てよと、あのー、っていうことを、ま、国民も期待してると思うんですけどもね。だから全然その国民感覚っていうか、も、ま、う、あ、庶民感覚とかけ離れてるなって、 っていうのが、まあ、僕も思いますしね。で、まあ、ガースです、言うて、昨日はなんかえ、ニコニコ生放送ですかね。なんかそういうことも、なんか言って、それが、まあ、大不評を買っていると。えー、そんな言うてる場合か、言うね、ガースです言っ、言うて、ん。いや、ガースですってうのば、それはあれ、別にみんなが呼んでるわけじゃないですしね。あのー、 なんか取ってつけたらね、その、だからそもそもあのテレビ番組のプロデューサーかディレクターかなんかの言うてたのそのままあのガースですって誰かが名付けただけでしょっていうね。全然共通のあだ名でも何でもないですしね。みんながみんなガースなんて思ってるわけもないわけでね。やっぱその国民がこれだけその困ってる えー、人が多い中でね、言うてる場合かいうね、っていうのは僕は思いましたけどもね、うんいや、ほんまにあの、あんてうんですか、まあ、東京ではねなんか1980円で、民間で PCR 検査やったりとかして、もうそれがもう、みんな殺到しすぎてですね、ま,あ、なんか1また11、 一時期中断して、んでなんかそのまたあの規模を大きくして、駅前からもっと多くの人ができる集まれるようなところになんか作るとかいうね話も出てたりとかして、なんでその国が率先してできないのかなっていうのはねその本当思うんですけどもね。 いや需要があるわけですよね、PCR 検査まあもちろんその民間でその、えー、そのの信頼度っていうのはどうなのかっていうね、マスコミもなんか変えたりするんですけども、例えば安心感とか、えー、まあそのね信頼度置いといてもですね、やっぱり発覚したら発覚,発覚したで、まあ、自宅待機とか、まあ、一応防ぐ手だてにはなるんじゃないのかな、目安としてね。 うんマスクだってね、最初も全然その、そなんていうんですか、感染予防者はどうなのかということも言われてて、まあ、でもそれが風とか、ね、WHO とかも、一定の感染予防にはなるとかって言ってね、いや僕も、えっと思いましたけども、まあ、でもそれも、まあ一、一応やっぱり、あな、の、ん、ー、らかの予防はできるということで、えーまあ あの、これだけのね、まあ今はマスクありふれ、も溢れてるぐらいでね、まあ安くなってますけれども、50枚300円ぐらいで、えー、まだ大阪でもね、売ってんのかなっていう、一番安いところでね、売ってたりするんで、だから、何がしかの、こう、そういう予防策にはなると思うんですね、PCR 検査だってね。 うん、でそれを、そういうことせずに、逆に GoTo トラベルはやめないで、えー、もううわーっとみんなあの旅行行けみたいなね、ポイントつきますよみたいなことを言うからですね、政府がやってるからです、ね、でそれはもう勝負の3週間どころじゃないと、えー、どこと勝負してるんやっていうね、菅内閣。うん いや、僕はもう勝負の3週間どころか、菅さんが、え僕は、あの、ねこの勝負の3週間で負けた主犯じゃないかなっていうぐらいね。あの、いや、そんぐらい僕はひどいことを僕は菅さんがやってると思うんですけども、なんか、菅さんはガースですと。えー、なんか、ニヤニヤしてる顔が、え、報道されてますよっていうね。 いやだから、やっぱりもっと国民の気持ちとかなんかそういうことをねあの考えはったらいいのになっていうね、やっぱ今必要なのは本当、仕事を失ったりね今回の件でね、それと年の初めからずっと続いているわけですよね、えー、お店も潰れた、仕事も失った、えー、そういう人にたちに対してあのちゃんとケアできているのかっていうね。 ね自らその命を絶つ方もね、いっぱい出てるわけですよね。でそ,そこに対して、こあの総理大臣としてメッセージを国民にもっと走っていかないといけないのに、全然そのメッセージ出したの、この間初めてっていうね、記者会見すらまともにしないっていう、でそんな、 人に、その、まともなことできますかっていうね、僕は、そういう話なんじゃないのかなと思うんですけどもね、まあ、そこが、ま、全然、ダメだから、こういうふうな内閣支持率にも出てるんじゃないのかなと。うん でも来年になもう3割切ってもおかしくないと思うんですよね、えー、多分もう急によくなるっていうことはちょっとありえないわけで、そのワクチンができようがですね、経済的ダメージというのはどんどんひどくなってくると思うんですよね、その前になんか食い止めなかのに、そこも全然してくれないっていうのは、ですね、これはだめですよと。 えーまあ、自民毎日新聞の世論調査では自民党の支持率もですね、37%から33%に低下していると。で他は立憲民主が12%ということで、まあ、毎日だったらですね、意外と立憲とかも、あのー、なんていうんですか、まあ、いい勝負になっているっていうね。うん いや、野党はね、まあ、維新も、なんか1%ぐらい上がってるっていうのが、あ、2%上がってるのがちょっと納得いきませんけどもね、えー、あと共産党も上がってたりすると、えー、いうことも出てるんでね、ま、あ野党は、本当あのー、もっと、やっぱ菅さんにちゃんとやってくれよと、まあ、与党も声上げなきませんよね、これね。あの、これも、本当国難ですから、お願いしますよっていうふうにね、思いますけどもね。 チャンネル登録よろしくね。